リシャバザゾー・リシャバは、ジャイナ教の24人のティールタンからのうちの最初の、一人でアーディナータの名でも呼ばれる。リシャバナタは、ジャイナ教の最初のティールタンからです。彼は、ジャイナ宇宙論における、現在のハンサイクルの24人の教師のうちの最初の、教師であり、彼の教えは、永遠の復活都市の海を越えて人を助けたので、フォードメーカーと呼んだ。ジャイナ教の伝説は、彼が、 数百万年前に住んでいたと描写しています。彼はまた、ファーストロード、アディッシュバラ、ユガディデイバ、プラットマラージャ、ナブヘアに翻訳される、トラデナサとしても知られています。リシャバナタは、マハビラ、パルシュバナータ、ネミナータと共に、ジャイナ教徒の間で、最も新人仏界崇拝を集める4つのティルタンカラの一つです。ジャイナの伝統的な説明によると、 彼は北インドの都市、アヨディアで、ビニタとも呼ばれるナビオーとマルデビ王妃に生まれました。彼にはスナンダとスマンガラの二人の妻がいました。スマンガラは彼の99人の息子の母であり、一人の娘のブラフミであると説明されています。スンダはバフバリとスンダリの母として描かれています。インドラのダンサーの一人であるニランジャナの突然の死は、 彼に世界の一時的な性質を思い出させ、彼は放棄の欲求を発達させました。彼の放棄後、ジャイナ教の伝説によれば、リシャバナタは一年間食べ物なしで彷徨った。彼が最初のアハラを手にした日は、ジャインズによって、奥者やトリティアとして祝われます。彼は、アスタパダさんで、木者に到達しました。ジナセナによるテキストアディプラナは、 彼の人生の出来事の説明です。彼の図像には、アヒムサ像、バワンガジャ、ゴパカルの丘に建てられた像などの巨大な像が、含まれています。彼のアイコンには、彼のエンブレムとしての名声のあるお牛、ナイアグラダツリー、ゴマカの役者、およびチャークレシュバリ役種が含まれます。リシャバとはサンスクリットでお牛を意味し、図像学的にもお牛によって象徴される。リシャバは、 現在の河野加工省第3期の終わりに出現した。残る23人のティールタンからは第4期に出現し、最後のティールタンからであるバルダマーナの没後間もなく第5期が始まって現在に至っている。カルパスートラによるリシャバの自責はマハアビーラのものと非常によく似通っており、固有名詞や都市付きが異なっているのを除くとほとんど同じである。 ゴートラはどちらもカーシアパであった。リシャバは、コーサラ国の首都コーサラーにおいて、ナービオとその妻のマールデビーの間に生まれた。父は14人のクラからの最後の一人だった。マールデビーが、リシャバを出産する前に見た夢は、マハラビーラの場合と同じだったが、ただ最初の夢が像ではなくオウシであることが、異なっていた。リシャバは200万年の間を王子として、 それから630万年の間を王として過ごし、人々に様々な学問、芸術、職業を教えた。その後は、マハアビーラと同様に、ビニーターという町の無有樹のもとで出家して千年の間修行生活と瞑想を行った後に、完全地を得た。リシャバは9万9千年の間説法を行い、リシャバ聖名を先頭とする8万4千人のシャモンなど、 多数の弟子があった。アシュタアパダさんにおいて840万歳で母子、ニルバーナを得た。より新しい伝承では、リシャバは非常に高い位置が与えられる。特に、ラーシュトラクーターサのアモーガバルシャ一世の秘語の下九世紀のリガンバラ派のジナセーナは、アーディプラーナを書いて、バラモンやベーダや神々の権威を否定し、代わりにリシャバを最初の王として賛美した。 また、白衣派の大学者であるヘイマチャンドラは、トリシャシティシャラーカープルシャチャリタの中で、リシャバについて、詳しく記した。それらによれば、リシャバは、人類最初の王であり、日や農業技術その他の様々なものを、発明し、クシャトリアバイシャシュードラの職業の別を作った。世を捨てて、瞑想している時に髪が長く伸びた。リシャバは出家する前に、双子の姉妹であるスマンガラと結婚し、 バラタという子を産んだ。バラタは最初の天地王になり、インドア大陸を言うバーラタバルシャという名前は彼に由来する。バラタの双子の姉妹であるブラーフミーは、リシャバから最初の文字であるブラーフミー文字を学んだ。リシャバはまた、スナンダーを妻として、バーフバリーとその双子の姉妹のスンダリー、及びその他の94人の息子を産んだ。ヒンドゥー教の側でも、 いくつかのプラーナ文献で、リシャバについて記述している。例えば、ビシュヌプラーナでは、最初のマヌであるスバーヤンブバマヌを子孫として父から超え、プリヤブラタ、アーグニードラ、ナービ、リシャバと継承され、リシャバにはバラタを長男とする百人の子があったとし、バラタの子孫の住む土地を、バーラタバルシャと呼んだとする。バーガバタプラーナでは、リシャバをビシュヌのアバターラの一つとした。 ありがとうございます。